いでございます。ということで、えー、本日の FF3F3 <laughs> 追加情報と春風涼しが間違っていたのでごめんなさい。えー、いい方向へ、いい方向へ、えー、修正いたします。ということで、今までのレビューをまとめてみたいかと思います。まず えー、この F3 でございますけれども、乾電池動作で、乾電池2個で動きます。で、まぁ、あ、一番、えっ、ー、と、省電力で使った場合で8時間ぐらいアルカリ、えー、炭酸電池でね。で、えっ、ー、と、ニッケル水素だともうちょっと伸びる感じかな。から、リチウム電池、あの、充電池じゃなくてリチウム電池だと、もっともっと伸びるかなって感じだけども、まあリアルタイムにね、いろんなものを表示したりしていくから、ちょっと電池はですね、 まあまあ、えー、少ないと3時間ぐらいで止まるような感じでございますな。あの、それはまあ、えっ、ー、と、ヘッドホンつないで、ファンタム出して2本同時録をしてみたいにやると、まあちょっと電池の持ちが3時間ぐらいになるけれども、まあ、業務用機器として考えると、まあそんなもんかなというのが、まあ、春風涼し的な評価でございますね。で、電池もっと持たせたい人は、えっ、ー、と、USB-C の端子がございますので、そこから、 給電してもらう。ね。モバイルバッテリーで動かすと。で、続きまして、えー、っと、入力の、えー、仕様でございますけども、XLR のバランス入力、ま、つまり、対ノイズ性能の高い、えー、端子が2つついております。で、ファンタム電源は 24V と 48V の、えー、切り替え式ですので、まあ、最近のマイクは何でもつくよね、ということになります。で、非常に低ノイズ。あの、ノイズはもうほとんど気にする必要はない。 から、まあ、32ビットフロート録音です。で、まあ、大人気のちっちゃいレコーダー F2 はね、あの、固定原因だったんですな。つまり、入力ボリュームがないんだけど、こいつの場合は、ここで、えー、波形の大きさを変えられるんだけど、これが、まあ、実質入力ボリューム。まあ、本当はボリュームじゃないんだけど、まあ、えー、記録するときの、えー、データの重み。 って言った方がいいんだけど、まあ、ちょっとその辺詳しく解説するとすげえ長くなっちゃうので、ぼえっ、ー、と、音質劣化が全くないボリュームっていう風に言います。他のね、レコーダーはボリュームを上げれば上げるほどノイズが出てくるんだけど、まあ、こいつはボリュームを上げ下げしても、この、えっ、ー、と、内部のノイズが浮いてくるってことはない。うん、非常に素晴らしい。 そして、えっ、ー、と、使い方ですけども、えっ、ー、と、まず、スタンバイ時に、ここで、えっ、ー、と、音が入ってきた時に、この波形のサイズを決める。それが録音ボリュームになるよっていうことです。それをずっと記録しています。で、録音が開始されると、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、拡大縮小ボタンは、ヘッドホンボリュームと、ライン出力の大きさに影響します。ことうわ、えー、ごめんなさい。 はるかですし、1> 第1回目のレビューで間違えちゃいました。ええー、とですね、ミキサーとして使えないって言っちゃったんだけど、ミキサーとして使えます。あのー、まあ、大雑把にね、あの、ポンポン、あの、6デシベルずつ、ポンポンポンって上げ下げするっていう感じなんで、あのー、なんていうの滑らかに上がったり下がったりっていう感じではちょっとないんだけども、あのー、まあ、えー、使えます。ということですね、ポンポンって。で、編集時はね、ポンポンって上がってくれた方が編集はしやすいね。 あの、その上がったところで調整しちゃえばいいからね。それから録音時にこのボタン操作しても、まあ、それがノイズみたいな形で、えー、内部に影響、それから股関出力に影響することはありません。ということでございますね。ここまで、えー、今までの解説と修正でございましたけれども、えぇ、ー、まあ、なんとなく、なんとなく噂で、 えっと、噂でメーカーに聞いたって、<laughs> メーカーに聞いて噂もくさもないんだけど。<laughs> まあ、えー、1月末に、えー、先週選手グリがね、発売になって、えー、一瞬で、えー、製造分が、えー、売り切れちゃったそうですバシバシ。大人気でございますな。世界中で、一番まあ、多かったのは日本の絵の出荷がほとんどだったそうですけども、瞬殺。 あっという間に売り切れ。みんな目が、お目が高いね。全員がカかス寿司の見て買ったとは思えないけど、ただ、カかス寿司のインプレッションも最初のが、え、千いくつ二千近くになっていくから、何割買ってくれたのかしら <laughs> あの、いう感じですけれども、発売前のインプレッションでね、あの、そのぐらいアクセスが来ました。まあ、それから、海外からの問い合わせもね、カかス寿司の、まあ、ダイレクトメッセージがいろいろありますけども、来てますね。 やっぱりね、海外には実機がないみたいで、えー、情報欲しい人が海外にのが多い。日本人はちょっとハッピーっていう感じだそうです。で、じゃあ気になるツーロット目がいつなのってことはメーカーははっきりは当然言えないわな。約束はできないので、えー、俺の憶測。憶測。俺の勝手な、えー、予言。 勝手な予言で言うと、まあ、2月の末にぐらいにはまた出てくんじゃねえかな、な <laughs> あわかんない。全然わかんない。俺の勝手な予想ね。と思いますので、えー、でも早くみんなの手元にね、これ、行ってほしいなちょっとね、多分ね、世界中のこの映像の音が、 良くなっちゃうんじゃないかと思うんだよな、これ使うことによってな。うん、それを望みます。ずっと、春風涼し的には、録音が簡単になっちゃうから、なんか春風涼しの商売上がったりなんか、みんなが録音で困ってっから、春風涼し情報がなんとなく役に立ってんだけど、お前のせいでな、俺は失業するかもしれないんだけど、<laughs> まあ、まあまあ、そんなこともあんのかないのか、そもそも、ええー、 人に音を教えることで食えてんのかっていうとそうでもないから、<laughs> あれなんだけども、まあ、いずれにしてもですね、あのー、非常に遥かしそうし、今まで出てきた録音機器の中では、まあ、ピカイチな、あのー、いい感じな、あのー、レコーダーだというふうに思ってますよね。で、まあ、これはメーカーにもちょっと提案したんですが、ここ、2倍、4倍、8倍とかって倍で書いてあるんだけど、<laughs> プロ向けに、 デシベル表示もつけてくれと、さっきメーカーに言いました。あの、デシベル表示がついてるとね、何がいいかっていうと、あの、ご自分の刺すマイクが、例えば、ゼンハイザーの416だったらマイナス34とかぐらいなんだよね。だから、ここのデシベル、あの、倍率ね、波形倍率をマイナス、あの、プラス36に合わせたら、あの、相殺されちゃうんですよ。ちょうどいいぐらいになるはず。 で、まあ、最近のマイク感度が上がってきてるんで、マイナス24デシベルぐらいのマイクもあるかしたら、こ二24って合わせてやったらちょうどよくないじゃん。っていう感じなんで。で、えっ、ー、と、ダイナミックマイクだったら、マイナス50とか60ぐらいだから、その近辺にこの倍率の数字合わせればいいから。いいよね。いいよね。それね。うん。まあ、あとはもうちょっと親切 今ちょっと思いつきだけど、コンデンサーマイク繋いでるとか、ダイナミックマイク繋いでるっていうボタンがあったら、一撃で、一撃でその付近になるとかね、とかね。うん。まあちょっとそんなような親切さんレコーダーになってくれる方向性もあるかな。うん。ズームさんは意外とこう、なんていうのこっちからの提案、聞いてくれる会社、 なんですよ。あのー、まあ、もちろんね、あの、マンパワーお金の問題あるから全部すぐにできますかってそうでもねえんだけど、まあ、それはしょうがないね。あのー、なんだけど、まあ、意外とこう、あのー、お話しすると前向き、前向きっていう感じの会社さんだからさ。ま、もうちょっとね、もうちょっと使い込んでですね、さらにですね、こうしてほしいみたいなことをですね、はるかずすしを見つけていきたいかと思いますけれども。 ま、あやっぱりね、今借りてんのはやっぱりこれでね、テスト機で、製品版と、と100、100%一緒じゃないみたいなんだけど、にしてもテスト機にしちゃ、ようできとるね、細部までね。全然全然、全然モックに見えないよね。なんか完璧に、外も中も製品と変わらんのだろうな。ファームウェアもどうなんだろう。うん。ファームウェアだけ、テスト版かもしれないな。わかんないけど。うん。あのー、 まあ一応あの使えるメニュー上で使える機能は製品版とこれは一緒だって言ってたんだけどもねあのまあ製品版が出たらもう一台欲しいに、ね、俺はね。うね、んうん、ということで一応メーカーさんもこの動画見てくれててえっ、ー、と春風鈴がこうやって416ダイレクトにさしてたら メーカーの人は笑ってました。へえ、そんな使い方があるんですね、つって。まあ、もちろんね、あのー、ここのコネクターが、そういうことのために作られてねえから、あの、例えばここドーンってね、こ,こドーンってぶつかった時に、こっち側のコネクターこ壊れたってさ、それは俺のせい。だからな、これ落としたりしてガーンってやったら、ここのコネクターがそんなことの、この長さに耐えるほどの強度で作ってるわけじゃねえから。でも大丈夫そうな気もするな、これな。 どうなんだかなうん。ということで、はるかぜすずしさん、えー、ちょっと訂正と最新情報でございました。こう、2月の末には、また次のロード出てきて欲しいよね。うん。待ってる人、ね、みんな待ってるもんね。うん。ズムさん頑張れということで、はるかぜすずしでござった